なんだこの体。くそどんどんサイズダウンしてってるな。で、今見てもらったと思うんですけど、朝は、朝起きて、すぐ、アミノ酸をもうぶち込んで、で、まあ、有酸素運動、やってます。今日が、土曜日なんですけど、今週の月曜日から、最初は10分から始めて、ですね、今日から朝20分やって、トレーニング後に10分、時間があれば20分という感じで、1日にですね、あえての有酸素運動、あえてというか、必ず入れる有酸素運動を40分に今日から、増やしていこうと思います。はい。まあ、いきなりは増やさなかったんですけど、それなりにですね、カロリーもしっかりとって、カーボもしっかりとってるので、ちょっとこれ以上絞れるのは、見込めないかなと。これ以上絞るにはもうカロリーを削っていくしかない。今1600ぐらい取ってるんですけど、もうカロリーもバーンって削って、本当に1500を切るぐらいのカロリーにしていかないと絞れないんですけど、でも、まだ一応有酸素運動っていう引き出しがあったんで、先にそっちから使うことに一応しました。はい。それでも、乾いちにならないようだったら、もう、あとは、最終手段ですね。極限までカロリーを削っていくしかないっていう感じです。はい。まあ、そこまではできたらしゃくなくて、はい。本当に、ラスト2週間ですね。そこまでするのは。そして、枯渇さしていく。そこで筋量が減るのは、まあ、しょうがないかなっていう感じはします。ただ、まだその段階じゃないかなという感じもするんですね。最近俺もフォートナイトやらんくなったな。ちょっと忙しすぎて、はあ、お腹いっぱい。今からジム行こうと思う。なんかそこのジムが体脂肪系、体素系、体素成形っていうの、よくわかんない。タニタの体素成形。ごめんなさい、間違ってたらコメントで言って。お、びっくりした。これ大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。大丈夫です。
今何なんですか？18の体年齢ですね。18？ 1426が基礎代謝で 2.7 が内臓脂肪です。なるほど。体脂肪です。 9.5 少ないですね。すごい、9.5 です。で、これも9もあるのか。あるね。もっと少ないと思う。めっちゃ絞って半年間絞ってないですか？そうなんですか。いや、ちょっとびっくりしました。すごい少ない。意外と多かった、自分的には。あ、本当ですか。7ぐらいかなって言ってきたもんね。トレーニングの前とかが本当は一番いいですよ。あの、空っぽの状態で測っていただくっていうのが本当は一番いいので。こんにちは。ショックだったなぁ。体脂肪何パーだったっけ？ 9 だっけ？そうそうそう。いやー、7パーぐらいかなと思ってたんですけどね。まあただなんかやっぱりあれが測ったのが、まあ昼前ぐらい、まあトレーニングして有酸素した後に測ったんですけど、やっぱりね、なんか時間によって全然違うみたい。あの、朝起きで何も食べてない状態が、まあ一番体脂肪の数値は低いらしいって店員さんが言ってた。はい。なんでまあ実際は8、7とかかもしんないですけど、ねえ、でも見た目的には7かなと思ってたんですよ。ねえ、結構ショックでしたね。というわけでですね。まあ、本日もダブルスプリット。でもちょっとね、今日疲れてるんで、もうちょっと撮影は今日はもうやめようと思います。で、まあ多分尺がまだ結構あると思うから、明日も動画撮ります。じゃあまた明日。If I had a thousand songs, I would sing with everyone.Voices like a mountain song Sing you are my only one oh my, days Life is wonderful Life is wonderful Never understood やばい。今帰ってきました。はぁ、つく、やばい。はぁ、オーマイガー。で、今からちょっと一週間分の食事の仕込みして、ちょっといろいろ細かい映像とか、ちょっとね、ちょっと疲れすぎて撮り忘れちゃって。はい。まあ、ただ、一つだけ、モチベーションが上がったことがある。まあ、ちょっとやることがあったら、これ。
一緒に開けましょう。ここに、胸肉玄米ってあるんですけど、あ、最近ね、ちょっと玄米に切り替えました。発芽玄米食べてたんだけど、高い。高すぎる。今からこれを、仕分けていきます。こうやってやるとね、簡単に開くんですよ、段ボール。はい。僕昔、引っ越し屋でバイトしてたことあるんで、こうやってコツンってやるとね、簡単に開きますから。いきますよ。はい。リフティングベルトですね。僕はですね、ずーっともともとね、このゴールドジムの、こっちのパワーベルト使ってたんですけど、これがね、スクワットやるときはいいんですけど、でかいんだよね、うん、だからちょっとなんかこうベンチプレスやるときだとか、こう背中のこうローイング系の種目やるときとか、こっちだとちょっときつくて、うん、なんかいいベルトないかな探してて、でもこうベストボディ大会出るためにめちゃめちゃお金を出費しちゃってて、まあ金がないんですよね今とにかく。はい、うん、ちょっとか言いつついろいろ買い物しちゃったりしてるんですけど、まあ、とりあえず、うん、あんま余裕がないんで、うん、アマゾンでめっちゃ安いベルト見つけて、口コミも良かったから買っちゃったんですけど、どうなんですかね、これ。で、色はね、まあ、ちょっと珍しい色にしようかなと思って、ブルーです、ブルー。まあ、ちょっとね、使ってみないと何とも言えないんですけど、うん、お値段はね、もうベルトとは思えない驚愕する値段で買ったんで、まあちょっと財布事情がね、寂しい人はですね、また、このレビュー動画を撮るのもいいなと思いますんで、まあ、レビュー動画撮ってくれということでしたら、コメントしてもらえれば、ちょっと使ってみた感想とかをまとめた動画を撮っていきたいと思います。イエス。よし。ちょっと今日は疲れちゃったんですけど、トレーニングが好きなんで、やっていきます。なんで帽子、イエーでね、トレーニングするのに被ってるのかっていうと、こうね、ヘッドホンつけた時にこうずれにくいんですよね、この布が。うん、何もつけないとめっちゃずれるんで。はい。で、エアコンはね、ガンガンつけてるんで、暑くないんですよね。じゃあちょっと集中してやるんで、おしゃべりはもうやめます。やっぱあっち、I am gone.
めっちゃハマってるのがダンベルフライのスーパーセットでやるのにめっちゃハマってます。やっぱりジムより家で、トレーニングすることが多いんで、やっぱどうやって追い込もうか悩んだ時、やっぱフライかなって。で、もう完全にスーパーセットですね。ちょっとごめんなさいね。なぜかね、最近カメラは謎に、プツって急に切れるんですよ。なんかやっぱ夏だからかな。熱持っちゃって、急にプツンって切れたりすることがちらほらあるんですよ。で、今回もそれで切れちゃって。なんでまあ、今トレーニング終わって、お風呂入って、あ、違うわ。トレーニング終わってご飯食べてお風呂入ったんだ。で、今が、7月7日、21時11分ですね。で、最近はですね、まあ正直結構時間はないんですけど、その中で、こうやってビデオブログ動画ですね、別に何も面白くないかもしれないんですけど、こうやって初めてのコンテスト、初めての、絞り切るっていうことをしてる中で、一応今回の大会が全てではないじゃないですか。で、もしかしたら来年も何かしら出るかもしれないし、再来年も出るかもしれないし、まあそれは分かんないんですけど、やっぱりこの経験って大事だなってすごい思ってて、今のこの生活はまた次絞り切るとき、コンテストに出るときに絶対に役に立つ、経験だなと思っていまして、なので記憶は曖昧なので、やっぱり動画にとって、ま、どういう生活をしてたのか、何を食べてたのかとか、なるべく記録に残しておきたいっていうのがあって、なんでまあちょっと自己満なところはあります。今こうやってビデオブログ動画を撮ってるのは、はい、一応皆さんにも見せれるように、できる限りの編集をして、まああまり無駄なものを見せないようには気をつけてるんですけど、最近ちょっと筋トレにも関係ない映像とかいろいろ見せてます。はい、まあ、それはまあ自己満ですよね。やっぱり減量進めていくと低血糖に体がなっちゃって、まあ、あんまり睡眠が深く取れないっていう現象があるみたいで、まあ寝れないです。なんで本当にですね、大会1ヶ月前ぐらいまではしっかりカーブを取った方がいいよ。来年の自分寝た方がいいと思う。寝た方がいいよ来年の自分。ちょっと喋りすぎちゃった。もう終わります。